こんにちは、ソニック研究員の KT です。今回はソニック・ザ・ムービー2の感想動画ネタバレありバージョンをお送りしたいと思います。そろそろ映画公開から1ヶ月経ったので見たい人は見たんじゃないかと思いますので、今回はネタバレを気にせずにソニック・ザ・ムービー2に対する僕の率直な感想を語っていきたいと思います。まあいろいろ話したいことはあるんですが、中でも今回は感動した小ネタ、ラストシーンの考察、最も印象的だったシーンの3点について語っていきたいと思いますので、ぜひ楽しんでいってくださいね。また皆さん、前回のネタバレなしの感想動画では気を使ってネタバレをしないようにコメントしてくれていましたが、今回の動画ではコメントもネタバレ OK です。ぜひ皆さんの率直な感想もたくさんコメントしていただければと思います。それでは早速始めていきましょう。まずはソニック・ザ・ムービー2に登場した小ネタの中で僕が特に感動したものをご紹介したいと思います。主に3つ感動した小ネタがあるんですけど、まず1つ目は映画の冒頭、地球から追放されたロボトニックがなんとか他の生命体とコンタクトを取ろうとして巨大なエネルギー砲を発射したところ、その目論み通りリングポータルが開いて、どこかの部族のような見た目をした3人の生命体が現れます。そしてこの3人はそれぞれ動物を模した帽子をかぶっていたんですが、この帽子の形がですね、2006年発売のソニックライダーズで初登場したバビロン盗賊団の3人を模した形になってたんですよ。全体的に暗いシーンだったんでちょっと分かりづらかったかもしれないんですが、1人はジェットのように縦にトサカが広がっていて、1人はウェーブのように下に2本の髪が伸びていて、最後の1人はストームのように横にトサカが広がっていたので、これは間違いなくバビロン盗賊団をイメージしてると思いますね。これはかなりびっくりしました。バビロン盗賊団ってみんなすごくいいキャラしてるし、一度見た人は忘れられないキャラだと思うんですけど、まあ、いかんせんソニックライダーズシリーズにしか出てこないので、まず見る機会が少ないんですよね。なのでどちらかというとマイナーキャラのような立ち位置になっちゃうかと思うんですが、逆に出てくると思ってなかったので見つけた時めちゃくちゃテンション上がりましたね。初っ端からやってくれるなーって感じでした。そして僕が紹介したい小ネタの2つ目はミーンビーンです。ロボトニックの部下であるエージェントストーンが経営していたカフェの店名なんですけど、このミーンビーンという名前、分かる人はすぐ分かりましたよね。そう、この名前は1993年に欧米で発売されたドクターエッグマンのミーンビーンマシンから来ています。このゲームはソニックシリーズでありながらソニックが登場しないという異色な作品で、しかもご覧のようにセガの大人気パズルゲームぷよぷよシリーズと非常に似たゲームシステムになっています。まあ、というかぷよぷよそのものですね。実際このゲームはセガがぷよぷよを海外で売り出そうとした際に、日本でおなじみのあのキャラクターたちを使うよりソニックのキャラクターを出した方が売れるだろうということで生み出されたゲームなので、もう似てるとかじゃなくて本当に海外版のぷよぷよなんですね。そんなドクターエッグマンのミーンビーンマシンというゲームの名前が、実写映画の中ではロボトニックの部下が経営するカフェの名前として登場したので、これも粋なことするなーって感じでしたね。ちゃんとエッグマンに関係のある箇所で出してくるあたりがすごくファンサービスになっていて好印象でした。そして最後に紹介する小ネタはマスターエメラルドの迷宮です。今作のキーアイテムであるマスターエメラルドが隠されている迷宮で、ソニックとナックルズの最終決戦が行われた場所でもありますね。そしてここに出てきた小ネタは何だったのかというと、このマスターエメラルドの迷宮自体が完全にラビリンスゾーンだったことです。ラビリンスゾーンといえば初代ソニック・ザ・ヘッジホッグの最難関ステージなんですが、例えばステージの至るところにある結晶だったり火の玉を吐いてくる像、またステージ入り口のウォータースライダーなど、ラビリンスゾーンの印象的なギミックが非常によく再現されていました。あと僕この小ネタ見た時とんでもないことに気づいちゃったんですけど、今年の4月にソニックとマイクラのコラボ DLC のアップデートが配信されたんですよ。そんでそのアップデートがソニック・ザ・ムービーをかなり前面に押し出しているものになっていて、例えばソニックの親代わりをしていたロング・クローだったり、ドーナツ・キングとトム・ワカウスキーのスキンなんかがもらえたりしたんですけど、こういったスキンの他に新しいアクションステージも追加されたんですね。そしてその追加されたアクションステージというのがラビリンスゾーンだったんですよ。ただラビリンスゾーンって正直ソニックシリーズの中でそこまでメジャーなステージじゃなかったので、当時はなんでラビリンスゾーンなんだろうって思ってたんですけど、映画でラビリンスゾーンの小ネタを見つけてなるほどなーってなりましたね。あのアップデートは全部ちゃんとソニック・ザ・ムービーとコラボしてたんだと気づいて、なんか謎に感動してました。ラビリンスゾーンが追加されたのずっと不思議だなーって思ってたので、なんかすごいスッキリしましたね。ということで以上の3つが僕が特に紹介したかった小ネタになります。実際はもっといろんな小ネタがあったんですけど、中でもひときわ印象的だったのはこの3つでしたね。皆さんの印象に残った小ネタは何だったかもぜひコメントで教えてくれると嬉しいです。続いては今作のラストシーンについての考察をしていきたいと思います。まず今作のラストで何があったかを簡単に振り返ってみると、まずはソニックが真のヒーローへと成長を遂げました。以前投稿したネタバレなしの感想動画の中でも言ったんですけど、実写映画とゲームの大きな違いとして、実写映画のソニックはまだ精神的に未成熟であるという点があります。ゲーム版のソニックはもう容赦ないイケメンだと思うんですけど、実写映画版のソニックはまだ周りを気遣う余裕がなかったり、
無理やりヒーローになろうとした結果、逆にみんなを困らせてしまったりするなど、まだまだ精神的な幼さが目立つキャラクターとして描かれてるんですね。そんな実写版のソニックなんですが、今作のラストでそういった幼さから脱却し、ゲーム版ソニックのような真のヒーローへと成長を遂げたように思います。あともう一点、今作のキーアイテムであるマスターエメラルドがゲーム版の設定に戻ったというのもラストシーンで起こった注目すべき出来事です。ゲーム版のマスターエメラルドはカオスエメラルドの力を制御する宝石という設定なんですが、実写映画版のマスターエメラルドは7つのカオスエメラルドを全て集めて1つにした宝石という設定になっていました。それが今作のクライマックスで、マスターエメラルドが砕かれて中に入っていたカオスエメラルドが取り出され、さらにナックルズが砕けたマスターエメラルドを復元したので、ゲーム版と同様にマスターエメラルドとカオスエメラルドが別々の宝石になったんですね。まだこの実写版のマスターエメラルドにもカオスエメラルドを制御する力があるのかどうかという点はわからないんですが、それでもゲーム版の設定にかなり寄ったというのは確かだと思います。そしてこのソニックが真のヒーローになったということと、マスターエメラルドとカオスエメラルドが別々になったという2点から何が言えるのかというと、ソニック・ザ・ムービーの世界観がゲームシリーズの世界観に近づいていっているということが言えるんじゃないかと思います。以前投稿したネタバレなしの感想動画のコメント欄でも、ソニック・ザ・ムービーの 1-2 はソニックがヒーローになるまでの物語を描いてるんじゃないかというコメントをしてくれた方が何人かいらっしゃったんですけど、僕もその説は大いにあるんじゃないかと思います。ソニック・ザ・ムービー 1-2 の2作品で孤独だったソニックが仲間と出会い、そして真のヒーローへと成長しました。さらにはソニックシリーズのキーアイテムであるカオスエメラルドとマスターエメラルドもあるべき姿に近づいたということになりますので、僕は今作のラストシーンを見てなんとなくこれで準備が整ったという印象を受けたんですね。ようやくゲーム版と同じような世界観になってきましたので、もしかしたらソニック・ザ・ムービーというシリーズはここからが本番なのかもしれないなんていう予感がしてきます。しかもこのソニック・ザ・ムービーシリーズはすでに次回作が作られることが決定していて、その次回作には彼が登場することが判明してるんですよね。今回はネタバレありの動画なのでもう言っちゃいますけど、ソニックシリーズの超大人気キャラ、シャドウ・ザ・ヘッジホッグです。今作の最後の最後でこのシャドウが映ったので、次回作はこのシャドウがメインになることはまず間違いないんじゃないかと思います。さらにその上で50年前、プロジェクトシャドウというキーワードも出てきていて、これら2つの言葉はいずれもシャドウが登場したゲームにおいて非常に重要な意味を持っていた言葉なので、このことからもこれ以降の映画ではゲーム版の設定に準拠した物語になっていくんじゃないかということが伺えます。だって考えてみてほしいんですけど、別にシャドウを出すだけだったら変な話、適当なオリジナル設定を作って出してもいいわけじゃないですか。シャドウほどのキャラクターがいたらもういくらでも設定盛り込めると思うんですけど、それでもあえてそこで50年前、プロジェクトシャドウというキーワードを入れてきたということは、これはもうゲームの話をやるぞ、もっと言うならソニックアドベンチャー2の話やるぞっていう公式からのアピールなんじゃないかと思うんですよね。いやー、どうなるんでしょう。ソニックザムービー3どうなると思います？皆さん、こうなると思う、もしくはこうなってほしいみたいな意見がありましたら、こちらもぜひコメントしていってください。それでは最後に、私ケイティが最も印象的だったシーンについてご紹介したいと思います。今作には本当に見どころが多くて、例えばソニックとナックルズの戦闘シーンはすごく迫力があったし、あと物語の終盤ではついにスーパーソニックの姿が拝めたりもしました。他にも非常にハラハラするスノボーシーンや、めちゃくちゃ可愛らしいダンスバトルなんかもあったんですけど、中でも僕が最も印象に残っているのはレイチェル無双です。このレイチェルというのはソニック・ザ・ムービーオリジナルのキャラで、ドーナツキングの義理のお姉さんです。そして今作ではこのレイチェルがランダルという男性と結婚するという話になるんですが、なんとこのランダルはガンという特殊部隊の隊員でした。ガンがソニックやテイルスを危険分子とみなしていたため、ランダルは隙を見てソニックたちを捕獲するためにレイチェルに近づいてたんですね。そしてそのことを知ったレイジェルが自分の気持ちを踏みにじったランダルに復讐しに行くというシーンがあるんですが、もうこのシーンが最高に面白かったんですよ。ランダルたちは特殊部隊なのに、そんなのお構いなしでもうレイジェルが暴れまくるんですね。式を挙げる予定だったチャペルにバギーで突っ込んだり、あと無駄に映像がスローになる演出なんかもされていて、もうめっちゃ笑いました。これ見た人は百発百中で笑ったんじゃないですかね。ただ、いや、印象に残ったシーン、ソニックと関係ないやないかいという声も当然あるかと思うんですけど、実は今回このシーンを選出した理由はただ面白かったからだけではなくて、このシーンが流れた瞬間に、あ、この映画ソニックをあまり知らない人にも楽しんでもらえそうだなと思えたからなんですよ。ソニック・ザ・ムービー2という映画は小ネタが盛りだくさんなので、ソニックファンはめちゃくちゃ楽しめるんですけど、一方でソニックをあまり知らない人は当然そういった小ネタには気づけないじゃないですか。加えて今作はストーリーもシンプルで、大どんでん返しなどがあるわけでもなかったので、ソニックをあまり知らない人たち楽しめるのかなと思ってたんですが、このレイチェル無双を見た瞬間に、あ、これは誰でも面白いやつだと思って、これなら大丈夫だと一安心したんですね。
まあ、さっきも言ったようにこのシーンはソニックとは全く関係ないシーンではあるんですけど、それでもやっぱり映画を見た人にソニックの映画面白かったなと思ってもらうことが新しいソニックファンを増やす上で非常に重要になってくると思うんですよ。そしてそう考えた時にこのレイチェル無双のシーンはソニックの設定などをあまり知らない人であってもめちゃくちゃ笑えたと思うので、このシーンがあったおかげでソニックの映画面白かったなと思えた方も多いんじゃないかと思うんですよね。つまり何が言いたいのかというと、このレイチェル無双のシーンはただ面白いだけじゃなくて新たなソニックファンを獲得するのに非常に貢献したシーンでもあるんじゃないかと思うんですよ。そういった意味もあって僕はこのレイチェル無双のシーンが今作の中で最も印象に残っているんです。もちろん他にもいろいろないいシーンがあったので、ここもぜひ皆さんの意見が聞きたいところですね。皆さんが印象に残ったシーンはどのシーンだったか、ぜひコメントで教えてください。といったところで今回の動画はここまでで終わりたいと思います。動画が気に入っていただけましたら、いいねやチャンネル登録をぜひお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。